ました集団的自衛権の行使は日本は実行しない、このように言い続けた結果、日本国憲法の下では自衛隊は専守防衛、防衛に徹するんだ、このように主張されてまいりました。しかし安保三文書の具体化で今行われているのは超高速マッハ5ぐらいのスピードを持つ長距離弾道弾がアメリカなどとの共同開発、日本国内での開発が今急ピッチで進められようとしています。また他国に対する防衛機能とは言えない、このように強調されてきた船からジェット機が飛び立つことを可能にする空母の保有も船の海上自衛隊に置かれている加賀など数隻を回収する形で空母化が行われようとしています。長距離弾道弾ミサイルやこれまで保有をしないと言ってきた空母を日本が持つということは一体どういう意味に持つのか、このことが今問われなければなりません。同時に国の財政は経済の状況などに左右されるとはいえ、いきなり数兆円、数十兆円の規模で増えるわけではありません。現在まで例えば日本の専守防衛に徹するためには GDP 国民総生産の 1% に自衛隊の予算はとどめるんだ、そのようにしてきた歯止めもいつの間にか外されて、安保三文書では5年間で43兆円もの膨大な防衛費が計画をされています。国の予算に限りがあるもとでの防衛費に突出とした予算がこのような形に要望されるとすれば、当然のこととして別の目的を持つ予算が削減をされる、その仕組みが次々と現れています。その最も深刻な影響を受けているのが社会保障や福祉や教育の予算です。本来なら長年社会のために頑張ってこられたお年寄りの皆さんが安心して老後を暮らすことができる、日々懸命に働いている多くの国民の皆さん、労働者の皆さんが例えば病気になったときに安心、この条件を作るのが社会保障や福祉ではないでしょうか。少子化と言われる中ですけども、子どもたちは私たちの未来にとっての希望です。一人一人の子どもたちを大切に守りながら主権者としての力をつけていく、そのための教育には当然のことながら国民の税金がしっかりとかけられる必要があります。しかし今防衛費に突出とした国の予算の下で教育予算は削減をされっぱなし、世界でも一番高いレベルと言われる大学の授業料を東京大学や広島大学でさらに引き上げようという計画も明らかになっています。私たちの暮らし、子どもたちの教育、社会保障や福祉に関わる予算は軍事費と出動予算と無関係ではありません。むしろ限りのある国の予算の中で軍事費に突出をすれば当然
福祉や教育や社会保障がターゲットにされている。これが今日の状況ではないでしょうか。お年寄りの数が増えるのだから社会保障費が増えていくのは当たり前のことです。それをほっといたら増え続けるだけ。このように言って、例えば75歳になった時の病院の窓口負担を2割にするという暴挙が強行されたのはご存知の通りです。今政府はこの2割の人をさらにどうやって増やすのか、さらに現役世代と同じだ、このように評価をすれば窓口負担を全て3割にしてしまう、こういう計画も進んでいることが明らかになっています。これでは安心して暮らすことも安心して病院に行けるのではないでしょうか。私たちは軍事費と支出の国の予算の在り方を改め、人々の暮らしが安心安全になるように、社会保障や福祉教育が大切にされる予算の在り方が必要ではないかと考えています。今新聞やテレビでも大きく報じられている自民党